ささしいささ、へいへい、おはようございます。今日はですね、なんと大阪に来てます。大阪といえばここネイビーカンパニーさんです。あの漁師とか、まあ、その素潜りやってる人たちは多分知ってる人も多いと思うんですけど、日本で一番ですよね。ダイビング機材とかスピアフィッシングですから、あの水中銃とか機材がたくさん揃えてるお店です。で今回ちょっとカメラ持ってくるっていうのはお友達がいるんですけど、その人の紹介で撮影させてくれることになりましたので、ちょっと店内の様子を紹介していきたいと思います。それではよろしくお願いします。じゃあ入っていきたいと思います。早速もう水中銃がすごい、マジで所狭しと、これ多分いたじゃないですよね。すげえ、入り口からこの水中銃がすごい、なんか魂宿ってる感じしますね。やばっ、これやばくないですか。このメーカーは多分沖縄にもちょいちょい見られるメーカーなんですけど、でもこの銃はないですね。沖縄から買いに行きますよね。自分の知り合いもここで買ってるって言ってましたね。あ、そうですね、このフロート、ちょっと前の企画で、まあ、磯マグロ取れなかったんですけど、磯マグロ取るっていうのをちょっとやってて、これが必要ですね。磯マグロついたら、そのリールもあっという間に持っていかれるらしいんで、これをつけて、持っていかれても大丈夫なように、ある程度長くしないといけないみたいです。最後にこれ買っていきます。磯マグロ取るためには必要なんでね。ゆっくり見ていきますね。あ、なるほどね。こっちからさ、あのエビ取るときも普通こうかかるじゃないですか。だけどこっちに止めがついてるからスポッて回収しやすい。釣り竿ダメじゃないと思わなかったので、魚が刺さったら、これが取れるんですよ。これパッて取れて、暴れてもこう力を逃がす役目を果たすっていう感じですね。これパラダイザーって書いてあるから、そうだったらこう3つに森が分かれてるんで、実がこう育ってこう噛むんですよね。なので抜けにくいっていう。この方はあの、SNS で繋がってる方です。あ、この方も知ってますね。石垣島の漁師さんですね。翔太郎さん。あ、トヨキ、これこれ、久高の後輩です。やってんな、みんな。こうやって見ると、本当になんか全国からこっちに来てるんだなって感じしますね。めぐしですね。めぐしは自分なんか長いですけど、これぐらい短くてもいいかもしれないですね、うん、あれ多分土佐盛りってやつですか。すごい味がある。これお店のオーナーさんか。息子です、オーナーの息子です。ジニアさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄から来たんですけど、はい、結構あれですか、全国各地からこっち来られます。そうですね、沖縄からはほぼ毎日。あ、マジですか。ほぼ毎日いただきます。もうびっくりしたんですけど、写真に知り合いが何名かいて、ジニアさんもなんかあれですか、潜りスペースやってるんですか。そうですね、潜りしてます。今も現役でされてるんですか。現役で、はい。いつからそのお店をされてるんですか。この店自体は親父の代からなんで1972年で、今年で50年目です。はい。世界各地歩いて
こういう水中銃とか仕入れてるんですか？そうですね、あとは年に1回アメリカの方で展示会があるんで、はい、世界中のスピアフィッシングの祭典が一番でかいやつがあるんで、はい、でそれで行って珍しいものとか、うん、ある程度知った気になってましたけど全然見たこともないようなあると思います。道具がもう入ってすぐもう水中銃とか、ね、これもあれですか？素潜りで。シンクも素潜りで、はい。これ、クエですか？これ、これクエです。それでもそんなに30キロです。チケットショップな。おー、ここですね。すごい。20キロ超え、ついたことないんでね、憧れですね。沖縄は、でかい魚はアラビーバイみたいな。アラビーバイ、はい、アラビーバイが、まあ、磯マグロですかね、今これ、リベルス100キロの玉かゆを釣るのが沖縄で挑戦して見たこともないですね。たまにでも定置で上がってますよね。上がってます、上がってます。150キロぐらいのやつが、はい、読み担当で上がってたから、うん、100キロはやばいっすね。ちなみにこの魚はどれでついたんですか？水中銃これはね、ね、はい、あ、ちっちゃい、たまたまラッキーで。え、ポッツさんこれぐらい持ってますか？このは120なんで、もちろん長いかな。もちろん長いです。やっぱでも、技術がないとこの魚はもう綺麗に当たってるんで取れたってことですよね。そうですね。うまくないと。30キロ取れるんですね。30キロ、40キロぐらいは取れます。銃と腕ありきですね。これに近いのを最近でも手に譲ってもらって、はい、沖縄は魚はどうですか？多いですか？まあどうですかね。他のところはあんまり見たことがないので、うん、あれなんですけど、昨日でも、まあ、磯マグロ今ちょっと狙ってるんですけど、はい、ついたことあります？磯マグロあります。あ、バーッと走るんですか？バーッと走りますね。磯マグロちょっと狙ってるんですけど、フロートをちょっと探してて、はい、この辺じゃないですかね。これでもやっぱりでも磯マグロ弱いと思います。一瞬で、一瞬で沈みます。これぐらいやったらもっと、マジ、はい、怖くなってきたな。いや、羨ましい。今度もし、いや、ぜひぜひ、はい、はい、早速じゃあ購入していいですか？これ、はい、お出ししましょうか。お願いします、はい、よし、ライフルのフロート出してあげて。おー、すごい、硬い。あ、これこれでも高いですね、4万ぐらいします。4万ぐらいします。ここまでは相当です。そうですよね。うん、そうですね、まずは、はい、あれでいきましょう。すみません。もう一個の方。同じやつで、こっちだって、うん、やりましょうね。ということで、今回は、大阪に来て、ネイビーカンパニーさん、はい、と見学させてもらいました。で、フロートですね。磯マグロ用のフロート、買ってくるでした。ご視聴ありがとうございました。7歳から潜り始めたらしいです。よろしくお願いします。はい、すみません。ありがとうございます。あ、そうそうそう、これこれこれ。このステッカーよく沖縄でも見るんですよ。ネイビーカンパニーさんかららしいです。玄関にこれ貼ります。吉田の上から貼ります。あれ、これ写真になってない。